フリオン・ガブリエルでウルキホへイバーラは、スペイン・バスク地方、ビスカヤ県、デウスト出身の著作家、文献学者、政治家。イバラは、イーバラではなく、イーバラと表記する場合もあり、ウルキホは、アーキジョではなく、アーキックスと表記する場合もある。バスク語研究が、国際的な視野で行われるようになったのは、ウルキホの収集文献と研究史によるところが大きい。ビスカヤ県、 ビルバオ近郊のデウストにあったウルキホ家はカルリストの家系であり、1846年に第二次カルリスタ戦争が勃発するとカンタブリア州サンタンデールに逃避したが、戦後にビルバオに戻った。フリオでウルキホは1871年にデウストに生まれた。現在のデウストはビルバオを構成する区の一つだが、当時のデウストはビルバオ近郊にある独立した。 自治体だった。デウスト大学で法学を学んで文献学に興味を抱き、1892年にはサラマンカ大学で博士号を取得した。1894年にカルリスタの有力者の娘と結婚し、一時的にフランス領バスクのサンジャンドリューズに住んだが、やがてギプスコア県サンセバスティアンに住むようになった。バスク語関係文献や研究の収集を行い、 1907年には国際バスク研究士を創刊して編集に携わった。国際バスク研究士は1936年のスペイン内戦勃発とともに観光が途絶えたが、フランシスコ・フランコ氏後の1984年に復刊されている。16世紀初頭に書かれたバスク語初の文献、バスク書文集はパリのフランス国立図書館にある文献が、 現存唯一とされるが、ウルキホは国際バスク研究誌にバスク処分集の復刻版を掲載している。1919年にはデスレクシオンマリアデアスクエなどによってエウスカルツインディアが創設されたが、ウルキホも創設メンバーの一員となった。1903年から1931年にはスペイン国会議員を務めた。派の一員だったことから弾圧の対象となり、 スペイン内戦時には収集した文献を没収されたが、没収した役人がその価値を理解して分散を防ぎ、現在ではギプスコア県庁舎とビスカヤ県庁舎付属図書館に収蔵されている。1950年にサンセバスティアンで死去した。ありがとうございます。